家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は5月前半のやっていいこと悪いことを紹介していきたいと思います。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。私は毎日朝から晩まで畑仕事で連休は過ごしておりました。ゴールデンウィークというのは家庭菜園をやってる皆さん方には非常に大切な時期だと思います。今日は5月前半にやっていただきたい作業を紹介していきたいと思います。ゴールデンウィーク後半、野菜の植え付け等を終わってない方もぜひ参考にしてみてください。最後に質問にもご回答していきますので最後までご覧ください。またどしどしと質問もお寄せください。では行ってみましょう。5つのやってほしいことを紹介していきたいと思います。1つは植え付けです。2つ目が土作り、3つ目が芽かきです。4つ目が害虫対策です。最後5つ目が収穫作業です。これらをご紹介していきたいと思います。では5月やっていただきたい1つ目は夏野菜の植え付けです。今ホームセンターにいろいろな種類の野菜を販売されております。このように立派なナスの苗なども出てきます。ゴールデンウィークを過ぎますと悪い苗とか売れ残りの苗等が置いてありますので、可能な限り5月の前半のゴールデンウィーク中に植えた方がいいかと思います。中旬以降に植えますと収穫が遅くなります。家庭菜園をやってる方はなるだけ早く5月の連休の前半には植えていただきたいと思います。その他種でまく人はゴーヤ等がまだ間に合いますので、ぜひやってみてください。その他トウモロコシや枝豆も大丈夫です。苗の植え付けの際注意していただきたいのは、ゴールデンウィーク期間中といえども朝夕が結構冷え込んでおりますので、このような植え付けが終わりましたら暗頓を仕立てて強風の防止もしくは保温に努めていただきたいと思います。暗頓はゴミ袋等を代用して使うことができますので、ぜひやってみてください。その他防虫ネットまたは保温ビニールトンネルをかけてやる方法もありますので、どちらでも構いませんのでやってみてください。2つ目は土作りです。5月中旬以降に植えるものとしてはさつまいも、ネギ、このような長期間栽培する野菜があります。畑の場所を一定期間長く使いますので、植え付ける際には畑を選んでどこに植えるかということを計画してみてください。その他葉物野菜として空心菜とかモロヘイヤもろもろの夏に強い野菜がありますので、その辺の野菜についても土作りが今から間に合いますので、ぜひやってみてください。こちらはさつまいもの畝を準備しております。5月中旬以降は夏野菜の管理に非常に忙しくなってきます。時間が取れる方はゴールデンウィーク中に土作りをやってみてください。さつまいもの場合は肥料はいりませんので注意してください。ネギの栽培であれば水はけが大事になってきますので注意してみてください。3つ目は芽かき作業です。ゴールデンウィーク中に植えた野菜の脇芽ですね、脇芽がだんだんと出てきますので、脇芽が出てきたら取っていただきたいと思います。だいたい5月の中旬あたりからそういった作業を逐次やっていってください。苗を植え付けてそれで安心してそのまま放置しておきますと、その後の管理が大変になってきますので、早め早めの対策をしてみてください。こちらを見てください。つい先日植えたトマトに脇芽が出てきております。逐次大きくなる前に嗅いでください。
トマトの場合は5センチほど伸びた頃が取りやすくて作業がやりやすいので、小さいのを取るよりも大きめのやつを取ってみてください。こちらはジャガイモです。1回目の芽かきは終わってんですけども、後から小さな芽がどんどん出てきておりますので、このような芽が根っこの付近にありますので、こういうものは芽かきをしてみてください。こういう芽が出てきておりますので、ね、こちらにもあります。1回目の芽かきが終わってない方は早めにやってみてください。4つ目は害虫対策です。特に植え付け直後に気をつけていただきたいのは、ネキリムシ、アブラムシ、ウリハムシです。こちらをご覧ください。こちらにはキュウリを植えております。ウリ科の野菜に多いのはウリハムシです。植え付け直後の葉っぱがやわい時にウリハムシはよく飛んできて食害します。対策としては捕殺するか、このようにあんどんをかけてウリハムシが中に入らないようにしてみてください。ウリハムシは横に水平に飛ぶことはできるんですけども、加工して下に飛ぶのはやや苦手なようで、あんどんを仕掛けることによって非常に効果がありますのでやってみてください。こちらがピーマンです。ピーマンには植え付け直後にアブラムシ等がつきますので、よく観察してみてください。特にここの成長点付近にアブラムシがつきますので注意してください。ここの成長点です。一番厄介なのはネキリムシとコガネムシです。これは植えた直後に致命傷を与えますので、植える前に穴をよく点検して植えてみてください。苗を植えた直後にしおれて倒れたりしてる野菜はネキリムシやコガネムシの仕業だと思いますので、そういう場合には植え付けをやり直して植えてみてください。せっかく植えたのに観察を怠って枯れてしまったということが多々ありますので、注意してください。すぐに植え替えればリカバリーができますので、やってみてください。5つ目は収穫作業です。いよいよ収穫の繁忙期になりました。こちらのスナップエンドウを見てください。たくさん実もなってるし、今から実がなる花が咲いております。5月初旬から中旬はどんどん収穫をしましょう。もう一つ収穫としてはそら豆です。このようにもうすでに大きくなりつつあります。5月の中旬あたりには収穫ができると思います。特にそら豆はスーパーで買ったそら豆よりも自分たちで栽培して収穫したものが非常に甘くて美味しいそら豆ですので、味わってみてください。収穫時期を誤りますとそら豆自体が非常に皮が硬くなって美味しくありませんので、早めに収穫してみてください。収穫の見極めとしては、現在上の方をこれ向いてるんですけども、下に垂れ下がる格好で実がだんだん下の方を向いてきますので、その時期が一番収穫のタイミングとしていいかと思いますので、このように上を向いた場合はまだまだ時間がかかりますので、収穫しないようにしてみてください。最後はイチゴです。春の露地栽培の味覚の一つです。このイチゴですけども、赤くなりますと害獣とかナメクジ、鳥、それからアブラムシ等もつきますので、赤くなったら早めに収穫してみてください。こちらに赤い実があります。ちょっと取ってみます。ちょうど食べ頃ですね。はい、それでは早速一ついただいてみます。ああ、この芳香早生といういちごは非常に甘いですね。はい、美味しいです。皆さんも新鮮なうちに食べてください。それでは失敗の原因になるやってはいけないことを2
2つほど紹介します。1つ目は水やりです。野菜を植え付けた後に毎日水やりをする方がいらっしゃいます。何度もこの動画で水やりについてはご紹介しておりますけども、たびたび水やりをしますと根に酸素が供給されなくて根腐れ等を起こしますので、水やりをたびたびやらないように注意してみてください。土の表面を見てカラカラに乾燥しておれば水やりをやってみてください。野菜の根っこの近くを指でちょこちょこっと焦ってみて、土が黒っぽく湿っておれば水やりは不要ですので、その辺を判断として水やりはやってみてください。これはプランター栽培の方も同じです。注意してみてください。2つ目は肥料を与えることです。5月初旬に植えて生育が悪いと思って肥料をすぐに与えると半藻になります。野菜はじっくりと成長していきますので、急いで追肥をやることはやめましょう。追肥の時期としましては野菜に若干のズレがありますけども、だいたい植え付けてから1ヶ月ほど経った時に追肥はやった方がいいかと思います。またトマト等はあまり追肥をやりすぎて半藻になって木が大きくなるという現象もありますので、その辺よく観察しながら追肥はやっていただきたいと思います。元肥をしっかりとやっておけば慌てて追肥をやる必要はありませんので、注意してみてください。それでは5月前半の栽培のまとめです。まずは苗の植え付けが最重要です。休み期間を利用してぜひ菜園を楽しんでみてください。その後のお世話もしっかりとやっていくことが大切です。今回のやっていいこと悪いことをぜひ参考にしてみてください。それでは質問コーナーに移りたいと思います。こちらのピーマン栽培についてです。質問を読み上げます。ピーマン以外にも溝施肥をやっていいですかという質問です。夏野菜で言いますと、代表的な溝施肥としましては、トマト、ナス、カボチャ、スイカ等が溝施肥で十分できますのでやってみてください。これはおすすめです。今日は5月の前半のやっていいこと悪いことを紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。またね、バイバーイ。